さあ先頭が最終コーナー、さあヘルメットが見えてまいりました。このまま隊列整ってくればスタートとなります。さあスタートになりました。オールブラック、まず14番ポールポジションの14番がホールショットを取るか。さあ14番がホールショットを取った、長谷川がホールショット。さあアウトからまくるのがゼッケン2番、横田が来た、横田が来た。さあ3番の高田がちょっと下がったぞ。長谷川先頭、長谷川先頭、横田が横に並ぶ。さあその横は13番中村が3番。さあスピン1台スピンしていますね。さあ先頭14番、2番の横田がインをつく、4番に横田がインをつく。さあ、まあ、ここで1コーナーで横田が前に出る。長谷川2番手。ただまたここでインを長谷川が覗き込む。さあ1ヘアピンは、いや横田で長谷川横に並んだ。長谷川が前、そうやり合ってる間に、さあここで横、また横田。さあ突っ込みで強引だった長谷川が立ち上がり失速した分、横田が立ち上がりで前に出ました。横田、長谷川と来ています。さあスピン再スタートは13番の中村が再スタート。さあ先頭は横田、長谷川、高田と並びます。高田が前に出るか、高田が前に出た。横田が先頭、高田が2番手、長谷川が3番手。ただ長谷川またヘアピンでインを覗き込むか、いや下がった。横田、高田、長谷川と来ています。さあその後ろは92番鈴木。さあ先ほどの予選ヒートと同じ様相を呈してきました。3番2番14番が集団を作る。その後ろ、予選ヒートは早々にいなくなった92番鈴木もその後ろに従えて、さあ先頭は高田、横田が横に並ぶ。長谷川3番手で様子を見る。さあヘアピンを立ち上がる。また予選ヒートと同じように高田が先頭に立ちます。さあ現在3周終了、4周目、この決勝ヒートは20周の戦い。さあ先頭集団4台、高田が引っ張る。3番2番14番92番、高田、横田、長谷川、鈴木、ちょっと遅れて渡辺で、スピン再スタートでした中村が間もなく最終コーナーに差し掛かる。さあ13番中村通過。さあ先頭集団は4台で形成。先頭は3番西田、あ、いや高田、横田、長谷川、鈴木、高田、横田、長谷川というこのオーダーは先ほどの予選ヒートと同じ並びになりました。決勝ヒートもこのままラップが重ねられるのか。現在ラップリーダー、ラップを引っ張るのはゼッケン3番高田亮選手。
さあコース上は、地方の FP3 クラス、決勝ヒート進んでおります。8周終了、9周目。オーダーは高田横田長谷川鈴木。さあ先ほどから変わりません。このオーダーのままもうすでに4周は経過している模様。さあ高田横田長谷川鈴木です。等間隔に今離れていますね。お、鈴木がアプローチかけた。長谷川の前に出る。長谷川の前に出るか。鈴木がアプローチかけた。鈴木がアプローチかけた。いや、ただ長谷川も横に並ぶ。長谷川1コーナーで鈴木を抜き返す。さあそこでバトルをすると前2台に逃げられちゃうかもしれない。高田横田長谷川鈴木というオーダーでラップが重なってまいります。地方選手権、地方 FP3 クラス。さあ10周終了、11周目。さあ決勝ヒートも後半戦に入ってきました。 FP3 クラス、トップを守るのはゼッケン3番高田亮選手。さあ2番手コンマ3秒離れて2番手が横田選手。さあその後ろもコンマ8秒離れてゼッケン14番長谷川選手、そこからコンマ1秒離れて鈴木選手という上位4台で形成。2番手と3番手離れました。やはり先ほど長谷川選手と鈴木選手が、仕掛け合ったところで前2台と離れちゃったかな。さあ先頭高田選手引っ張りながら先頭返ってきました。高田横田長谷川鈴木、オーダー変わりませんが、横田と長谷川の間にちょっと差ができましたね。そこでコンマ7秒の差が開きました。さあ高田と横田、横田は高田とつかず離れずといった感じ。さあ前2台後ろ2台と、ね、先頭集団が、第1集団第2集団と分かれてきました。さあ高田横田のオーダーで前2台、長谷川鈴木で後ろ2台になります。仕掛けません。ここは淡々とラップを重ねます。現在レースは12周終了、13周目。さあ先頭は13周終了、14周目に入ります。14周目、変わりません。オーダーは高田横田、高田のラインに対してね、1コーナーの進入、高田のラインよりも車1台分イン側で1コーナーに進入するのが横田。さあまた鈴木が仕掛けようとしています。さあ先頭は高田選手、高田横田秀典、長谷川翔吾、鈴木太郎と上位4台のオーダー変わらないままラップが重なってまいります。14周終了、15周目です。
さあだいぶ路面温度も上がってきました。さあラップも増えてきました。タイヤの問題もいろいろ考え、ね、考えてこなきゃいけない状態になってくるかもしれません。ただこの4台はねあまり無理してません。最後にかけてるのでしょうか。15周終了、16周目、少し詰まったかな長谷川選手、少し、いや詰まってないか。高田亮選手の後ろ横田秀則選手、ここはね、もうつかず離れずでこの差をキープしています。コンマ3秒差は変わらず、ラップを重ねている高田選手と横田選手。3番4番長谷川選手と鈴木選手、さあ現在15周終了、16周目です。さあ16周終了、17周目に入りました。残り4周、これ入れて残り4周、そろそろ出方を考えるところで高田が少し前に出た。高田が少し離しました。高田が少し、横田失速か、横田が失速、絶景2番横田が失速、高田が離れたの抜けたのではなく横田が失速、横田が大きく失速です。横田が先頭集団から落ちました。さあこれで高田亮が楽になった。長谷川が追いかける。明らかにストレートの伸びが前の3台と違う横田秀典、これは厳しい。残り3周、ポジションキープできるか。さあ後ろから1台迫ってきます。さあこれで高田が楽になりました。高田亮がだいぶ楽になりました。第1戦の茂木ラウンド決勝ヒートは2位でした高田亮。さあここで勝ちをもぎ取るか。いやー横田が完全に失速、横田が完全に失速。さあ先頭残り2周、18周終了、19周目に入りました。高田亮選手。さあ長谷川が詰めてくるか。長谷川鈴木と追いかけます。高田はだいぶ略になりました。さあ高田と長谷川の差はコンマ7秒、これは先ほどだいぶ前から変わりません。さあ詰まるか。さあトップ帰ってきました。ファイナルラップ、ファイナルラップに入ります。西田、長谷川、鈴木。お、詰めてきたか、長谷川詰めてきたか。明らかに先ほどより詰まった、さあヘアピンで長谷川が西田に襲いかかるか。これは予選ヒートと同じか。さあだいぶ詰まった、これは詰まった。長谷川がアタックをかける、さあ西田に迫る。いやここで少し離れた。さあ S 字はどう出てくるか。 S 字は西田先頭、西田が先頭で最終コーナーに入る。さあ西田が先頭で最終コーナー入ってくる。長谷川届かない。西田が先頭、西田が優勝。西田長谷川鈴木